おー、いいじゃない、今。うわぁ、え、来た、はい、では今回はティーバッティングをしていきます。で、ティーバッティングで打球速度を測れる、スピードがあるんで、これを今回はこちらのバットを使って打っていきたいと思います。それでは行きます。最後、ほい、ほい、お、うお、何て言うか取りますか。惜しい、惜しい、136、136よっしゃ。何キロ目指すか。140、150いきましょう。投げる球超えでいきましょう。俺の、そうですね、超えてる、超えてる。ういっ、やばい、今作る。何キロだと思いますか。120。おー、124。 124、OK。 感覚いいっす。よいしょ。おお、おお、いいじゃない、今142ぐらい。139。惜しい、惜しい。まだ正直、はい、正直は発表しか打ってない。あ、まだ、おっと、インパクトしかこう意識してないから。あ、なるほど。運回したらどうなるか。なるほど、なるほど。ちょっと当たんない可能性もあるから、ちょっと。そうっす、徐々に。まあ、とりあえず打球方向気にせずフルスイングで。139ね、今。オッケーです。どうですか。140ぐらい行った。136。あら、なんか。なるほどね。でも当たりは超いいよ。そうっす。多分こっから向こう行く、多分ね、相当行くよ。伸びます。うん。あっと。ネットを破壊するぐらい。130、今のネット破壊したけど130。ネット破壊しちゃう系だけど130。144。あ、分かった。上げるといかない、叩くといく。ライナー、ライナー、ライナー系。ライナーがやっぱ強い。でライナーを目指してこう。中村のり、中村のりぶっ潰す。フライナー、これフライナー。フライナーだけの中村のりさんでこうやって打って、うんうん、ここに、うんうん、強い打球を打ちます。いきます。ほい、おっと、あった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 、やばい、いいっすね。よし、OK、ほい、OK、いいよ。あっ、あっ、これはちょっと感覚的に今一番速かったですよ。ああ、138。難しい、マジか。あ、いいんじゃない。おっと、あ、いいんじゃない。あと、いいんじゃない。あー、来たー。141。141。これ実際さ、誰でも打てんじゃね、140ぐらいは。どうなんですかね。ちょっとミスター、ミスター T やってみますか。ミスター T やってみよう。 OK です。1、2、1、2。 あ、足が取った。フレームでした。124。よし、1、2。お、いいんじゃない。よっしゃー、これはこれは来た。33キロ。そうだ、偉い、偉い。つかさ全然読み取ってもらえねえや。いくよ、1、2。お、いいんじゃない今。お、いいんじゃない今。どうした、キャー、どうした。137。140超えたらかなりいいんじゃないですか。そうだね、つかみ137だから、まあ、うん、今良かった。そうだね、つかみはミスター T だ。おっと、
ットをこれ使いなそうです。きたー何キロ138。おお。140来た。お。これは来た。145。うわ。え？来た。何。144。来た。早っ。144。早いっすね。打球144キロ。こんな T で出るんですね。すごいよね。普通こう反発ならわかる。うん。T で140。もっと出るってことですよね。多分これぐらいの球できたら。はい、お疲れ様です。今ですね、やってきました。マックスですね、打球速度144キロということで、ビヨンドで打ったら、144キロ出たということで、目指せ150ということで、今後ともね、時間がある限りやっていきたいなと思います。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒に、モンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。